皆さんこんにちは、長岡 HR420 桃介です。日々ツイッターなんかでね、いろんな質問いただくんだけども、よくある質問の一つが、特定省電力無線を始めたいんだけど、アイコムの IC4300L とアルインコの DJP221L どっちを買ったらいいですか。これ定番の質問なんですが、トランシーバー選ぶときに何が大切だと思いますか。まあ、使い勝手とかね、いろんな違いはあるんだけども、やっぱり大事なのは送受信に関わる性能でしょう。特定省電力無線の場合、出力は 10mW というふうに決まっているので、違いは感度に出ると思うんだよね。で、先日ね、比叡山に行った時に、アルインコの DJP221L、 あとアテナの短い DJP22 と IC4300L の受信性能を比較してきたので、まずはその映像をご覧ください。はい、ということで、ちょっと驚いたのは IC4300L よりもアンテナの短い DJP22 の方がまだ感度が良かったっていうところね。まあね、どれぐらいの距離なのかとか、見通しなのか、それともギリギリ見通し外なのかとか、条件によってもね、違うと思うんだけども、やっぱりね、IC4300L よりも、アルインコの DJP22JL の方がね、感度はいいんじゃないかなと思います。とはいえね、外装の作りとか、あと使い勝手の面でね、IC4300L もいい面はあるので、まあ一概に絶対ね、DJP22JL じゃないといけないとは言えないですが、やっぱ同じ金額を出して最初の1台を買うんだったら、アルインコの DJP221L の方がいいと思います。特賞機ね、どっちにしても、1台じゃなくて、ね、2台、3台って買う方が多いと思うので、まあどこで買うか、何台目で買うかっていう違いになるのかもしれないんですけども、ぜひ参考にして特定省電力無線機選んでみてください。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。登録こういう感じ。